これはあるゲーセンの昔設定です。この設定何か違和感がありませんか？どうも、誠です。今回はね、ベネックスでラスパティさんやってきてます。ちょっと体形度の問題ですかね。なんか今、あんまり入らなかった。真ん中ちょっと狙って、あんまりアーム寄せない方がいいかな、これ。あ、惜しい。でもこれで今手前行ったんで、振り上げできればワンチャンありそうですね。ちょっと少しだけもう持ち上げる感じでいけないですかね。ちょっと角度つけた方がいいかな。これつけないとアームがうまく入っていかないと。これでちょっとひし形の形になってきたんで、ちょっと振り上げお願いします。どうかな、ちょっと近くギリギリ取れれば。よし、ゲットオン。プレミアムダースゲットです。ちょっとね、このコンボ批判置き4つになってますね。これ結構どうなんだろう。ああ、お得意の開きが、ああでも結構押し切りましたね。開きはもないけど、パワーあんのかな、これで。おおおお、すごいすごいすごい。これでどこ落とすか。うわーって1個だけ落ちた。1個だけゲットです。とアーモンドですね。これ爪がしっかりしてそうなんで、多分開きはあんまないかな。ちょっとまあ一応、まあ、結構全開ですね。ねじれもそんなないんで、あーもうちょい奥だったかな、これ。もうちょい奥で狙ってみますか。どうかな、これで。どうだろう、あんまり動きがちょっと出にくいかな。じゃあ普通に引っ張る感じでやってみますか。グリップの感じですかね。なんか進みがいまいち、縦はめの動きはちょっと出にくいですね。じゃあ奥をちょっと使うイメージで。ちょっとずつは奥にはいってますけどね。これで奥引いてくれれば。あ、来た来た来た。結構今ので行きましたね。アーム寄せてやってみます。これどうぞ。あ、やっぱひねりがやっぱ出ないですね。ちょっとやってみます。よし、ゲットオン。アーモンドゲットです。ちょっとやっぱずり上げやった方が良かったみたいですね。ゲットです。これちょっとね、誰かのやりかけなんでしょうけど、これずり上げうまくできなかったのかな、これ。あー、ひねりがあんまりない感じですね、これ。あ、でも一定するですね。当てはめで入れてもいいけど、ずり上げてもいけるかもしれないですね、これ。ちょっととこのまんま、あそこの隙間を少し入れるような感じで持ち上げる。よし、ゲット。
アルフォートストロベリーゲットです。参考機ですね。これなんかちょっとあえて連結されてないパターンにしましたね。これ厳しいかもしれないけどちょっとやってみますね。変にバラバラってなっちゃうと結構辛い感じが。そうかな、これでもパワーがそこそこありそうなんで、なぎ払う感じで無理やり打てないのかな。強引に。どうだろう、これ。あ、やっぱり3つ重なってくると、あれですね、こうなってくると、どっちもバラバラな動きになっちゃうな。まあ一歩ですと、どうかな、一歩はゲットできましたね。で、3つをゲットするには結構あれかもしれない。そこそこ手数がかかりそうな感じですね。ここは少し横にすればいけるかな、これ。あんまね、早かったなと思って、ここはまあいいけど、いや、それはあ、いいと思った。ちょっとこれだけじゃ取れますか。ちょっとグダグダですね、これ。よし、やっと。これやっぱり連結したいので結構うまく進めないとちょっとやばいですね。とりあえずゲットです。ちょっとね、PC を狙っていかないと結構ね、余っちゃうんですけど、結構、いいところが入ればだけど、どの辺が来るかですよね。結構こうなるんですけどね。ここからがね、大体進まなくなっちゃうパターンが多いんで、うまく、絶対いかなかったりするんですよね。あ、でもこれいけるかな。うまく入らない可能性もあるんですけど、あ、どうかな、これいけるかな。いけそう。あ、惜しい。今ギリギリいけそうでしたね。右寄せでね、狙っていきたいと思います。あ、いけるか、これ。あ、惜しい。ねじれを考慮するとこのぐらいで、あ、これどうだろう。これでいけるかな。両腕も入って、よし、ゲット。ノーマルポキゲットです。そう、カッターをのポキですね。どうにか BC を決めておきたいんだけど、ちょっとハマっちゃってますね、さっきのポキだと。奥なのかな。お、ここまで来て、あとは奥返せれば、だいぶ広い幅も落ちてるんで、チャンスですね。回せるかな、これ。ちょっと奥気味に入れて回すような感じで。そうですね、ここちょうどアーム前後入って回れば。いけいけ。あー、もうちょい。もうちょい。縦はめの要領でアーム入れていきます。ちょっとねじれがあるかな。あ、バー取ったけど、いけ。うわー、ちょっと今バーに当てちゃったのがダメだった。
もう一度バーの、ね、奥バーの手前狙いたいです。結構ね奥にこの台でいじれるんでこれぐらいですね。よしゲット。トッピーのカカオゲットです。それ米田コーヒーのね小枝ですね。いけるかな、 BC いけるのかどうだろう。よし第3ボタン押していけるかな。これであもうちょいちょっと遠くなったかな。これこれでこれどうだろう。よし来た来た来た。これでどこ行くかね。あ手前。ああ惜しいな。これどうだ。まあ抜けますね。よしゲット。今反動でねいけますね。小枝ゲットです。今度もう一個のコーヒーですね。ちょっと違う台なんですけど、これちょっとまたひねりとかね、どうかしらあれなんですよね。 BC はまず狙いたいんですけど、いきなりこれハマっちゃうと結構辛い感じになりそうですよね。うわー、どうだろうな、この位置。これはどうかな。いい方向に倒れれば、広い方向にね、一気に行けばいいけど、比較厳しいかな。普通に奥にパターンってなっちゃうかもしれないけど、ちょっと手前あたり狙って。あ、でもこのまんまもしかしたら倒せれば、行けばですよね、この。倒せれば、これで倒れてくれればいいですけど。あーなるほどね。ちょっとじゃあ今度こういう風に倒していく。ちょっとね結構安定しちゃうんで、形的に倒すパワーがあればいいですけどね。いけばいいけど、あ、いい感じ。じゃああとちょっとずり上げるようなイメージで、左の、あ、この奥の方ちょっと入れて、回転させていきます。いければいいけどね。よし。あー、ちょっとぶつかったかな。でも、まあ、このまま、右側も入れ。あー、惜しい。そこですね。ここで倒していく。今度はちょっとね、うまく狙いたいですね。狙いは、両アームちゃんと入って持ち上げる感じですね。よし、ゲット。トイポッキー、ゲットです。